大分県道、熊本県道、宮崎県道8号武田五ヶ瀬線は、大分県武田市から、熊本県阿蘇郡高森町を経由して、宮崎県西衆杉郡五ヶ瀬町に至る県道である。道路線は、大分県道、宮崎県道7号諸報高千穂線と宮崎県道、大分県道6号日の陰梅線と共に、祖母傾き山系を貫き、 大分県と宮崎県を結ぶ主要地方道である。古史北岳国見岳付近で一時的に熊本県にも入り込む。一部の区間においては自動車での通行が困難なほど悪路かつ強路となっている。道路は熊本、大分、宮崎県の三県にまたがっており、祖母山麓と九州山地を横断する。沿線には白水の滝、白水ダム、 岡城跡、高千穂神社、五イナ稲荷五ヶ所高原などの観光地がある。近畿伊勢の西日本において、大規模主要地方道である。主に山間部を通るため、冬季は、峠やカーブを中心に、路面凍結、積雪することがある。起点付近の路線図国道57号の交点である、武田市会七里交差点を起点とする。文後武田駅までは、 武田市の中心市街地を、迷路のごとく、縦横無尽に迂回し、キリシタン洞窟礼拝堂付近で、市街地から離れる。魚住の滝付近では、短めのトンネルが連続し、途中には、武田市大座編が背方面に抜ける、白百合の王道が分岐する。最後のトンネルを抜けると、文豪王の塩型、清川両地区方面に向かう大分県道410号。 牧口徳田武田線との交差点から武田市の祖母山麓地域であるソミネ地区に入る。大和材り伝には河川プールと武田遊水群があり、観光客で混雑している。名水百選の武田遊水群や白水ダムで有名な武田市祖母山麓地域の祖宝の宮市地区を南西に進み、大谷ダムや古史寺竹付近の二股、長野集落で、 熊本県阿蘇郡高森町に入るが、熊本県内の区間はわずか 5km しかない。九十や大集落から長野、高森集落を経て、宮崎県境までは1.5車線の道路で小刻みなカーブが続く。そのため段階的に2車線整備の工事が行われている。県境から 4km で、熊本県道41号高森並の線が分岐する鶴集落に入る。 すぐに、宮崎県との県境となり、西薄木郡高千穂町に入る。宮崎県境は、県境橋という石橋になっている。宮崎県内に入ると二車線道路に、幅が広くなる。祖母山への登山口があり三州台がある五箇所高原を、縦断し、途中で1998年に開通した五箇所高原トンネルで、クエノ峠を通過する。 急坂が続き高千穂町大技田原で、国道325号と合流し、約700メートル重複の上、高千穂町大技川地の年静ループ橋への交差点を、ハブ、有志を方向に左折する。分岐後しばらくは2車線の階層道路が続くものの、しばらくすると離合困難な1車線の区間となる。この区間では、 熊本県と宮崎県との境界線が道路と隣り合わせに並列している。宮崎県道、熊本県道141号河内安部線との分岐点は五ヶ瀬川との橋になっており、宮崎県内の県道河内安部線はわずか200メートルしかない。五ヶ瀬川に架か,かる橋を渡ると五ヶ瀬町に入る。 その後断続的に見通しの悪い一車線が続く上に S 字型のヘアピンカーブが連続している。五ヶ瀬町大技、桑野内地区を横断し、2006年9月に開通した夕日の佐藤大橋と宮崎県道203号土星、高千穂線との交差点になる。五ヶ瀬ワイナリーを横切り、センターラインの内に車線道路が続き、下り坂となると五ヶ瀬町の中心部に出て、 国道218号との交差点で終点となる。国道218号との交差点を、さらに南下すると、五ヶ瀬長安を家畜東臼杵郡椎葉村や国道265号、国見峠方面に向かう道路となる。3以上の都道府県にまたがる都道府県道としては、西日本では、本路線以外には、三重県道、奈良県道、 京都府道82号上野南山白線及び福岡県道、大分県道、熊本県道115号八女小国線の2路線のみであるトンネル。ありがとうございます。